ラジオ新名が水野さやさんコラボ、ハイウエストタックテーパードパンツ、品番が M3608、M3608 でございます。お色がですね、今エリさんが手に持っているお色が、ブラック、はい、そしてオフホワイト、はい、そしてライムグリーン、はい、はい、そしてエリさんが来てくださっているのがライトピンク、はい、で私みーちゃんが来ておりますのがサックスの5色展開になっております。そしてこちら2サイズ展開になってまして、152センチの私は S サイズ、158センチのエリさんは M サイズを着用しております。はい、入ってます。はい、ではお値段いきます。はい、じゃじゃん、2990円、イエーイ。でこちらが今日18時の発売で、3月30日水曜日朝11時59分まで送料無料でございます。はい、ではちょっと私のおすすめポイントはですね、もう何より竹パン、ちょっと裸足になりたい。よいしょよいしょ、うん、ちょうどほんまにちょうどちょうど見えてるかな、ちょうど綺麗にかかとが見えてるぐらい。そうなんですよ、ほんまにめちゃくちゃ S サイズはもうジャストサイズっていう感じのサイズ感になってます。で、あのレタスのね、テーパードパンツは結構あのベーシックなものはあるんですけど、こういうウエスト周りにこうデザイン、うん、こんな感じで、ここのタンクが可愛い、ね、そう、こんな感じのなんかデザインがあるものが少なかったりとか、あとはもう小川さんが履ける丈のものが少なかったりとかしてたので、もうめちゃくちゃ嬉しいなと思ってます。そう、なので素材も結構ね、通年着れそうですよね、これ。そう、素材はもうオールシーズンイケちゃん素材を選びました、うん、でなんか素材で、あの何よりも個人的に推しなのが、あの縦に伸びる、縦に伸びるというかストレッチ性が結構ある素材で、なんか横ストレッチというか縦ストレッチが効いてる素材になっていて、なんか横だとまあ別にそんな普通かなと思うんですけど、うんうん、引っ張って分かるのかな、分かりそう。なんかね、縦にこうちょっとね伸縮がある生地で、今さっき私みーちゃんのかかと見るのにしゃがんだんですけど、うん、このねこの縦ストレッチが効いてるから、この中でしゃがまるのがめちゃくちゃ楽なんですよ。ああ縦だから、そうで今回あのサーヤさんとなんかこだわって作ったのが、ママさんでもこの気軽に着られる服っていうところを意識して作ったので、うん、ママさんってお子さんとこうやってで遊んだりとか、どうしてもこうしゃがむ機会が多いと思うんですね、うんうん、その時にやっぱり楽ちんなパンツが便利だなと思うので、この着心地のいい素材選びっていうのにもこだわりました。そして、うんうん、あのもうご自宅のお洗濯、うん、洗濯機でお洗濯 OK っていうところもこだわったポイントで、はい、先ほどの T シャツもこのパンツも両方洗濯機 OK です、うん、はい、お手入れも楽ちん、はい、のがおすすめポイントです。ありがとうございます、はい、そう、あと裏地ついてるんですかって質問もいただいてたんですけど、はい、この辺あの白以外はショートペチぐらいの、うん、私で言うとこれぐらい の、 あの裏地がついてますので、透け感はそんな心配ないかなと思うんですが、白だけ、白がここで切れちゃうとね、どうしてもあの裏地ついてます感があるので、白だけ、白はここまでついてます、うん、フルでついてます、はい、なのでそんなに下着の色をそこまで気にしなくていいんじゃないかなと思います、ね、そんななんかさっきもね下着黒とかで検証したんですけど、うんうん、そんなにね気にならなかったの で、ね、うん、普通の白よりは透けにくいかなと思います。はい、ですね、ウエスト部分よく見せてほしいです。私がきっとアウターを脱げば、はい、ちょっと待ってくださいね、全員しますね、ちょっと他コメント見ていきます。あ、アウターの糸足です。今脱ぎました。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。先にこっちで見せとこうかな。あ、ありがとうございます。なんか履いたらあんま分からないかもなんですけど、なんか正面もちょっとフリルっぽいデザインになっていて、こうなんか折りたたんだ、ここをこう折りたたんだみたいなタックが入っていて、その下から、その下からこんな感じでまた違ったタックが入ってるデザインになってます。なのであのウエストインした時もなんかウエスト周りにポイントがあるので、なんか通常の前開きのテーパードパンツとは違った着こなしになると思います。で後ろはあのゴムが入ってます。
よし、携帯を失礼します。後ろだけゴムが入っててこんな感じ、結構伸びると思います、はい、なのでしゃがんだりとかも楽ちんだし、お腹いっぱい食べても大丈夫、うん、でサイドはファスナーになってて、ファスナーがちょっと馴染むような目立ちにくいファスナーを使ってるので、もしかしたら人によっては着脱がしにくいとかもあるかもしれないんですけど、うんうんうん、その時は、ここのホック先に止めていただいて、ちょっとここを固定しながらこうキュッて上げていただくのがおすすめです。ここのお肉挟まないようにだけ気をつけてください。今インしてきました。こんな感じです。かわいい、かわいい、足長く見えます。やっぱりハイウエストのデザインなので、このデザインがすごくかわいいです。で、太もも周りのゆとりなんですけど、若干あるかな、1、2センチこの辺あるかなっていうくらいなので、めっちゃ太もも余裕がありますとはなかなか言い切れないんですけど、ただ私が結構太もも結構ガッチリしてる方なんですけど、それでも生地がフィットしてる感というよりかはほんのりゆとりがある感じなので、ダボダボのトップス着て合わせる時とか結構細身で合わせやすい、結構ジャストな太もも周りのサイズ感なんじゃないかなと思います。あとエリさんがさっき言ってくれたみたいに、もし太もものサイズ周り心配な方も伸縮性は一応ある素材感なので、もうパツパツで入らへんっていうことはなかなかないんじゃないかなとは思うんですが、一応サイズ表だけ見ていただけたらなと思います、結構私の身長でどのぐらいのフィット感かっていうのが気になる方、多くいらっしゃるので、ちょっと私も上ちょっとぴったりとしたトップスに着替えてインしてお見せしますね。お願いします。お待ちください。エリさん M ですよね。私今 M 履いてます、だから S でもね履けるんですけど、ちょっと腰回りがだいぶタイトなので、ご飯食べる前しか無理かな。ご飯食べたらほっこりしちゃうなと思ったので、私は M サイズが好きです。はい、Tシャツ出してみて OK です。みーちゃん M だとどうですか。 M はね、精神調動が良かったら見ていただけたらと思うんですが、今ちょっと丈は長かったです。ただここのサイズは結構 M も好きやなって思いました。そこらあたりのね、ヒップ幅とかのサイズ感も変わってくるので、ゆったりが好きな方は M でもいいかも。私より155センチとかぐらいの方だったら M でもいいかも。みーちゃん M でも引きずることはなさそう。どうだった？引きずってた。引きずってた、そっか。ヒール履くならね全然 M でもいいんですが、せっかくなら低身長さんは S を履いて、夏とかだと結構フラットサンダルとね、合わせたりとかもするしね。で、ここのサイズ感が気になる方はもう今年流行りのこの子に通れば必殺ジレ、必殺ジレしていただけたら。私も結構下半身はね、どんだけ頑張ってダイエットしても痩せない骨格で大切であるので気になるんですが、こうやってしていただくとハイウエストとかこのウエスト周りのデザインとかね、見せつつお尻周りとここはカバーできるので、こんな感じでもジレ合わせていただいたら、今ももちろんそうですし夏もジレ分も続くと思うので、ジレ合わせていただいたら大丈夫だと思います。ジレはもう裏地内にこういうちょっと薄手なものを合わせていただいたら、あと日曜日やったかな、結構夏素材のあれなんて言うんだろうな、結構朝っぽいジレ、リネンっぽいジレ、あ、そうです、多分ね日曜日レタスから出てたはずなので、よかったら見てみてください。失礼します。お願いします。私が今ちょっとリブニットインしてきました。ウエストのフィット感ですが、わかるかな、あるかな、ゆとりは、ゴムなのでこのぐらい伸びます。今通常時ここ、こんな感じです。結構幅が伸びます。なのでピタピタとかもないし、なんかゆるゆるとかもない、手はすんなり入るんですけど、ウエストゴムなので、はい、もう全員にしよう、全員 S と M です。S と M です。
でもお尻はそのままラインは出ちゃうかもですが、若干ゆとりはあるので、このここ、お尻の方は全然気にならないと思うけど、ジララみたいな可愛い気になるから、先のジレとかあとデニムシャツとか羽織っていただいても可愛いと思います。はい、後ろ姿、エリさん後ろ姿でも今見えるか、時差があったはず。うんうんうん、でもちょっとゆとりこんな感じです。でここだけ、ここからここまでがゴムになってます。こんな感じです。はい、このフリルがまた可愛い。私ウエストがくるってなってた、ごめんなさいちゃんと見せれてなかったかな。こう綺麗に取り切れますか。いけてる。ありがとう。今来るとなった。ごめんなさい。焦って後ろ向いちゃった。こんな感じです。はい。はい。ですです。私はでも結構お尻、多分平均より大きい方なので、あのお尻気になる方は参考にしてください。はい、私に S を履いてほしいっていうお声をたくさんいただいているようなので、ちょっと S チャレンジしてこようかな。また S チャレンジしようかな。じゃあ、はい、履いてないの。こういう履いてないから、そんなに多分 S チャレンジをとライムグリーンで S を試着してみます、うん、はい、お願いします。あとお尻隠しはそのジレと、なんやろ、こういうストライプシャツとか合わせてあげてもいいですし、それこそさっきの夏場で J1 っていう方いらっしゃったら、あのサヤさんのトップスと合わせていただくのがやっぱり一番しっくりはきそうな気がしてますが、さらっと春夏素材のシャツ合わせていただくと、お尻は隠しつつこのシュッと細くなっていくラインは綺麗に見せられるので、みーちゃん、エムはね、低身長動画が上がってるはずです。あ、まだ上がってないかな、まだ上がってないか。みーちゃん、エム履く？みーちゃん、履きます。じゃあちょっと次、私エムで何か着てないカラーを履いてみますね。そう、結構ね、お尻周りは、お尻周り、腰周りは割と体にフィットするようなラインですね。ただあのレタスで今着もダボダボになっちゃって着慣れてる感が出ちゃうっていう方にはかなりおすすめのサイズ感やと思うんですけど、そしてお尻周り気になっちゃう方はこんな感じでアウターとかズレで隠しちゃってください。うーん、そう、あ、 M で履き直ししたらいけるかな、いけそうな気するんですけど、私ちょっとじゃあ M 履いて落ちてくるとは思うんですけど、追って履いてみますね。あ、ペチは一応でしたっていただいてるんですが、これはここにまで裏地がついてますので、ペチいらないですね、うん、いらないです。私たちも今日何も普通に1枚で履いてるんですけど、うん、あの大丈夫そうです。あの青いカラーでも大丈夫でした。伸縮性あります。さっきね、A さんが広げてくださってたんですけど、縦に伸びるので、それこそ公園行くときとかしゃがんでも、あ、ほんまや、全然しんどくない。そうでしょ。私で今週末ね、お花見行くんですけど、お花見にね、履いていこうと思っています。めっちゃいい。お待たせしました。ありがとうございます。 S チャレンジ成功しました。ほんまや、成功してる。成功しました。どうでしょうか。ちょっとタックがでも開いてます。でもね、全然ね、ストレッチがあるのと、まあ、ここのゴムがかなり伸びるので、履けることはね、履けます。うん、ただ今あの食事、今日はあのライブがあるので、あのおにぎり1個しか食べてないから。私はおにぎりで唐揚げ食べてる。朝から。すごいな。
お昼ご飯食べちゃうと私かなりお腹が出るので、うん、ってなると結構ポコってなるからなんか M の方が安心だなと個人的には思いました、うん、はい、じゃちょっと私 M 履いてみますね。お願いします。あ、優しいみゆさん、エリさん S 全然いけるって言ってくださって、うん、多分ね今ね食前だからねいけるんですよね。昨日あの食後にあの試着してみたんですよ S。 してやっぱ結構ね心ポコってなってたので、そうなんか食前だったらね S でもいいなと思ったんですけど悩ましいところです。朝から唐揚げ、さすがみーちゃんって。確かにみーちゃんなんかあの食いしん坊キャラのイメージがいつもねインスタ見てると美味しそうなとこ行ってるから。あ、後ろ姿見せてくださいとのことなので、今後ろ綺麗かな、どうだろう。綺麗です。そんな感じです。はい、あ、皆さんライムかピンクか迷われてる方が多そうですね。私もねライムとピンクでね迷ってるんですよ。ライム可愛いですね。そう、ライムすごい可愛くてこの色全然持ってないのでいいなと思ってます。私もお腹出ちゃうタイプだから M にしとこうって言ってくださってる方がいて、そうですね、結構なんか私はイカ水なんで食べたらすごい下っ腹が出るんですよ。なんで結構なんかこういうフィットするお洋服の時はあの通常のサイズ、まあ、綺麗に着られるサイズっていうよりもなんか食後にどうなるかみたいなところを考慮して買うことが多いです。ゆきさん、えりさん骨格なんですかとご質問いただいてるんですけど、私は、プロ診断ではないんですけどおそらく骨格ナチュラルかなと思っています。もうあらゆるところが骨張ってるのでおそらく合ってるのかなと思います。あ、香里岡さんがそのまま C5930 のグリーン切れますかとのことなんですよ。 C5930 5930って何だっけ、ちょっと調べますね。お願いします。 5930 の何でしたっけ。グリーン、グリーン、何やろ。あ、はないですね。すいません、ごめんなさい。服アウトお願いしますのことなのでちょっとアウトしてみますね。うん、ちょっと分かりやすいようにさっきと同じアイテムで M サイズを履いてきました。よいしょ。スニーカーで合わせてる感じは低身長動画にあるんですけど若干、ま、ズルズルではないんですけど、うん、今ギリ切れるかな、ぐらいギリついてない、うんうん、ちょっと若干テーパードにしては長い感があるので丈はやっぱ S かなと思うんですが、あのここのゆとりはやっぱり M の方がありますよね、うんうん、なのでうん、お尻周りが気になる方は M 買っていただいて丈直し出すのが綺麗に履けるのではないかなと思います。うん、私アウトしてみます。アウトするとこんな感じです。はい、大丈夫かな。うん、同じ配色。そう、同じ配色にしました。そう、 M でもねギリギリ吐きはするんですけど、お尻周りはね、私 M の方がすっきり着れるかなという感じがします。と、そのパンツに神戸レタスで販売されているノーカラーのデニムシャツは合いますか。その場合、蔓延してもおかしくないですか。おかしくないです。そして、それがちょうどここにあります。よいしょ。あと、お花に神戸に良さそう。ロボティーにね、可愛いですよね。私もこれ買ったんですけど、それこそさっきの S が丈感がちょうどいいっていう方やったらお尻周りこれで隠しても綺麗に着ていただけると思います。あ、ライムボーダーではどうかなということなので、ちょっと当ててみます。あ、可愛いと思う。めちゃくちゃ可愛いと思います。はい、こんな感じです。可愛い、どうでしょう。かわいいな、これになんかアキコさんボーダーとかも合わせたいな。あー、かわいい、絶対かわいいですね。アキコさんボーダー、うんうんうん、あるかな。アキコさんボーダー、そこに3本。あ、こっちにあるです。デニオシャツ高評価的なビーちゃんコーデしたい、ぜひぜひしてください。私もこれ届くの待ちなんですが楽しみ。デニオシャツかわいいですよね。すぐ濡れちゃいましたけど
そう、M の方がね、やっぱゆとりが出る分、あの履いてる側とかお尻の感じは安心して履けるなっていう感じがあるんですけど、やっぱりここのサイズ感が S は程よくゆとりみたいな感じだったので、細身を狙うなら S やけど、うん、リラックシー感を求めるなら M っていう感じですかね。登山ボーダーはちょっと L サイズだったので、うん、当てるだけにしてみます。お持ちの方も多いと思うので、私もあのこの白黒ボーダーをすごい春菜と愛用するので、これにカラーパンツ合わせとかすごい可愛いなと思ってます。可愛い可愛い。ご紹介だけさせてもらいました。そう、ライブなかなか見ないカラーですよね。珍しいと思います。エトラスでもなかなかないカラバリな気がします。とデニムシャツ、私この色を購入しました。大人気だったやつね。ねえ、すぐなくなっちゃいましたよね。私も焦って買ったんですけど、ちょっともう時間がね、いよいよ迫ってきておりまして、ちょっと最後おさらいしておしゃべりコーナーちょっと答えるだけになっちゃうかもしれないんですが、私の結構丈感を、靴脱いだ時の丈感を気にされてる方が結構いらっしゃるので、みーちゃんどうしようかな。みーちゃんこれ今M、みーちゃんが M 入ってしまってます。紹介して最後おしゃべりコーナーの時にサッと M サイズ入ってすればいいかな、はい、お願いします。少々お待ちください。はい、じゃあおさらいいきます。はい、1点目にご紹介しましたのが水野さんやさんコラボスプラムフレームドフラムフレアドッキング T シャツ品番C 63号です。はい、カラーがオフホワイト、ネイビー、ブラック、オフホワイト×ブラックの4色展開ですね。はい、でお値段が2590円です。全然1色でやります。はい、じゃあ2点目に紹介しましたのが今私たちが着てるパンツですね。はい、水野さやさんコラボハイウエストタックテンポ&パンツ品番 M3608 です。オールホワイト、サックス、ライムグリーン、ブラック、ライトピンク5色展開の SM2 サイズ展開になっております。はい、お値段こちらが2990円です。はい、以上、さやさんコラボはこの2点をご紹介していきました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、この後ちょっと新作ライブもあるんですが、一旦締めさせてもらうので、あのこの2商品に関する質問がよければ今ください。はい、はい、ちょっと M サイズ履いていきますね。あ、お願いします。 S も一応靴脱いで丈感を見せしておこうかな。このぐらいです。 S はちょうどここの足首の骨も見えてるぐらいの丈感です。はい、はい、ちょっと M 入ってきます。あ、そうです、この後みーちゃんのライブがありますよ。ありがとうございます、教えてくださった方。ね、あの色で可愛いんですよね。なんか真っ白にライブも可愛いけど、なんかちょっとエクルとかベージュとかっていう色合わせもめちゃくちゃ可愛いと思います。なんか黒にライブでも結構大人っぽく着れそうだけど、黒ライムは結構大人っぽくなるし、ベージュにライムも結構春っぽくて可愛い。ネイビーライムとか可愛い。いろんなコーデが思い浮かぶな、カラーパンツは。じゃあ白までどうぞ。白、こっちでいいのかな。白も可愛いですけどね。これそれこそ T シャツに色が入ってたりとか、ボーダーとか、あと白でもここの素材感が違ったりするので可愛いと思います。ね、ラージョンボーダー可愛いですよね。自分で裾上げできるようになりたい。なんか裾上げテープみたいな売ってた気がするけど、手芸屋さんみたいな感じで、あの縫うんじゃなくてアイロンでテープの熱で溶かすやつとかあったら、もしかしたらやりやすいかも。お、かわいい。M サイズを着てきました。はい、M サイズで、はい、でちょっと靴脱いだ丈感を見せますね。見えてるかな。はい、このぐらいです。フラットでも全然大丈夫です。ちょうどいいですね、やっぱ。はい。です。はい、と、
違いでしたらすいません。パンツは無地だけになってます。はい。